でもラッサンは小学生から FPS やってたんだもんね。ロルは？ロル何歳からしてたの？中学生。ロル、あ、でもロルの方が後なんだ。うん。なんかロルも強いの？ラッスンは。ロル強かったっすね。へえ。何でもできるやんお前。チャレとか。なんでな。不公平よね、やっぱ人間、神ってな。不公平。なんでこんなに上手いやつと上手くないやつが。運動とか、うん、もう結構昔やってたんやけど、運動と、うん、ゲーム以外は逆に何でもできないんですよ。いや、僕たち以外は。勉強とか？はい、勉強も、うん、バカバカバカっすよ。でもそうなんや。ゲームできたら、こんだけゲームできたら他何もできなくていいよ。まあね。うん、逆に勉強も上手い方が、やっぱりゲームとか勉強とか2つの中に1つ結構真面目とか、まあ、一生懸命やってないからっていう証拠だからね。あ、両方うまくはできないです、うん、でも日本語喋れるもんね。そうだよ、日本語喋れるじゃん、すごいよ。バイリンガルや、すごいよ。そうかな、すごいよ、ね、そうだよ、すごい方よ。なんか英語できないし韓国語できないよ。そう、日本語しか喋れない。そうよ、俺ら関西弁しか喋れへんねんよ。関西弁しか喋れないって。日本語も喋れてないやん俺。じゃあ逆に僕、うん、韓国語無理っすよ。いやいや、韓国なんで、なんでよ、育ってきたでしょ韓国語で。